動画をご覧の皆さん、こんにちは。高校生にもわかる社会的企業入門講座、あなたも社長をやりませんか。今回も社会問題解決業の澤谷明弘さんのお話を伺っていきます。澤谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のテーマは LLP とは、社会的企業家になろうというのがテーマ、この動画なんですけれども、見ている中で私もなんか社長やりたいなとか、なんか社会的企業家になりたいなみたいな思いになってきた人って結構多いかもしれませんよね、はい、でそういう時にじゃあ具体的にどうやるかっていうところで役立つ情報としてこの LLP のお話をしていただけるということなんですが、はい、今日はね、この LLP を少し皆さんに説明して、はい、どういうものなのか理解してもらえると社長になるとき非常に楽です。社長になるときすごく楽な LLP っていう仕組み、はい、これって日本語名がここに出てる通りですよね、はい、有限責任事業組合、組合っていうのはちょっと気になるんですよ。これ一体要は何なんですか。新しい例えば事業を始めようとします、はい、でそうすると普通今まではほら税務署に申告して、はい、それで個人事業主になるんですね、はい、私も今個人事業主でやっていますが、はい、そういう形で税務署で個人事業主の届け出をするということが必要です。ですね。もしくは会社を作る。そうですね、会社を作る。会社を作るとなると非常にハードル高いんですね。あ、そうですか。高いですね。ある程度の、時間経過ですけど、資本金もある程度必要だし、決算書もそうだし、それから決算時にたくさんの資料をこれ税理士さんに頼まないといけないくらいの資料、これを作るのに税理士さんにすごいお金払わなきゃ。そうですよね。で取締役会から株主総会からねはい、はい、必要な法律で決められた手続きを読まなきゃいけない。非常にここに煩雑。それじゃなくても仕事が忙しいのにどうして会社のことでこんな忙しくならなきゃいけない、最初のうちはいらないんじゃないかと、株式会社は。なるほど、実際私もある意味個人事業主でやってるから、そこまで細かくやらなくてもいいっていうのは楽あるから、楽っていうのはありますよね。で、一人で会社を作って社長をやったとしても、その会社として毎年出さなきゃいけない書類を作るだけで結構仕事は終われると。そうですね。それって切ないですよね。そうです。ところがね、はい、LLP に関してはですね、まず一つはですね、非常にメリットとしていいのがですね、はい、6万円あれば作れるということ。6万で作れる。はい、おお、安いですね、はい。で、6万円でですね、各書類、何ページかですね、3、4ページでいいです。はいはい。必ず様式があって、それに記入してですね、それで法務局、札幌 の駅前、合同庁舎の中1階にある、法務局に提出する、はい、6万円添えてね、はい、でそうすると、もう LLP すぐ2週間くらい立ち上がります。お、2週間で作れる。はい、じゃあ、すぐ早く作れるんですね。はい。で、この、ものを作るとですね、当然法務局にそれは登録されます。はい。ですから、任意の個人事業主とはちょっとその上に行きます。なるほど。会社組織じゃないけど、ある法律で認められた存在ということですよね、じゃあつまり例えば私の名前で例えば、うちの事業の場合借金してたりするんですけれども、それを例えば会社の名前で借金ができるみたいな。あ、それでこれね、組合ですので、はい、1円以上払えば誰でも入れます。なるほど。で、これは男女年齢問わず、はい、職業問わず、だから会社も入れます。ああ、というとどういうことですか。会社の法人として LLP に入ることもできる。できるんです。だから、藤本さんとある会社がこんなことをやろうねっていうふうになった時に、はい、もう両社で LLP 立ち上げれば LLP の名前で事業を行いますね。なるほど。そうすると藤本さんは個人名、会社は会社名になってますね、はい、でそうするとこれ名刺作ったり事業展開する時にややこしいことになります、ね、そうですね、だからこの組合ですので、個人もそれから会社も、NPO も、はい、それから外国人も、はい、みんな入ることができます。なるほど。この法人というか有限責任事業組の LLP を作ったら、老若男女外国人日本人問わずみんなが入れるし、法人個人の別もなく構成になれるということですね。でこれ有限責任ですから、はい、ね、会社と同じように。なるほど、はい、だから個人財産も提出することはないです。おお、例えば会社、私の場合個人事業主なので、うちの事業が破綻した場合は全部自分の有限責任、自分の責任になってくるわけですよね。そうです。だから会社の借金イコール私の借金、無限責任です。無限責任か、はい、そうですよね、はい、でも例えばこの法人の場合だったら、要は自分が出資した額以上は問われない、問われない。ある意味株主になるのと近いですよね、なるほど。
で、さらにね、今私が考えているのは、この組合を使ってですね、はい、この組合の中からたくさんの社長を作り出そうとしています。 LLP を作った中からさらに多くの社長を作っていくと。そう、はい、それはプロジェクト単位で動いていきます。なるほど、はい、でプロジェクト単位に社長を置いていきます。うんうんうん。でもそれは全てこの LLP という組織の一つの名前で統一していきます。なるほど。そうすると例えば会計処理も簡単かもしれませんね。そもそも会計処理ないんですよ。あ、これいらないんですか。いらない。でこれはね、課税、じゃあ儲かった時、はい、税金はどうか課税されるかっていうとね、この LLP には課税されません。はいはい。国税局からは。はい、うん、それでね、最初にレベニューシェア契約というのを結びます。レベニューシェア契約といいますと、はい、どういうものでしょう。私たちはこう、まあ、事業計画みたいなものです、はい、私たちはこんなことをやりますと、まあ、そのプロジェクトのメンバーたちが、はい、それをまずドキュメントを紙に書きます。はい、それで利益が生まれた時、はい、こういうその売上が見込めて、こういう経費が見込めて、こういう利益が生まれることを考えられますと、うんうん、でそういうのをこの、まあ、簡単な A4 サイズ1枚でいいんですけど、はい、まとめていただいて、でその利益の配分ですね、うんうん、誰にいくら何パーセント渡すのか、利益配分まで全部そういうドキュメントに書きます。うんうんうん、それを LLP 北海、LLP の中に残しておけばいいんですよ。はい。で、そうすると国税はどうするかというと、ここをまず見てですね、はい、そうか、こういう人たちが事業を起こしたんだで、それでこういう利益が、この LLP に最初にお金が振り込まれてきます。はい。それが、さらにプロジェクトのメンバーに振り込まれてきますね。うんうん、はい。そうするとね、お金の流れがこれすごくはっきりするんですね。そうですよね。で国税局はこれをチェックすればいいだけなので、あとは個人、まあプロジェクトのメンバーが個人と株主会社と NPO と3社でやった場合、はい、ね、なんか社会的な解決をやろうなんて言って3社でやったと、うんうん、でその時にじゃあどういうふうに利益配分されたかっていうのは通帳を見ると分かりますね。そうですね。LLP の中入ってったお金がここ入ってってるわけですよね。うんうんうん、その時点で、ここに個別に、国税庁は課税します。なるほど。それは個人の場合には確定申告、うんうん。法人の場合には法人決算。そうですね。ね、っていう課税です。LLP 自体には課税されない。なるほど。はい、まあ、そういう意味合いでも非常にまあ分かりやすい制度っていうことですね。これは要は例えば、まあ、会社との良さと、そして個人で個人事業主の強み、それの両方合わせ持ったような感じですよね。はい、またなおかつ形も変えやすいっていうことがありますよね。そうです。例えば会社を作った場合、まあ私みたいに個人事業主になった場合も、当初考えてたプラン通り全部いけるとは限らないんですよね。うん、私は作文教室 U も元々は小中学生向けっていうので考えてたんですけども、うん、今は通ってる方、社会人がほとんどなので、だから小中学生部門というのは実はあんまりいないんですよね。だからそういった形で当初考えたプランと違う形で企業が成立するっていう場合にも、うん、まあ形態を変えなくてもいいというのが多分これの強みですよね、きっと。はい、非常に柔軟なんですね。アメーバ型とも言いますけど、ね、アメーバ型、うん、はい、ホラクラシーとも言います。はい、ホラクラシー組織とも言いますね、うんうんうん、まあ、要するに柔軟にですね、組み替えが中で可能だということ。なるほど、うん、だからでそこでうまくいった例えばプロジェクト の、はい、社長は、はい、今度はそのメンバーで完全に株式会社として独立しても構わないですね、うんうん、なるほど。これがある意味フランキーみたいな感じですね。社長を、まあ、第一歩をフランキー、ああなるほど、羽化させていくっていう、そういう場所なんですね。そうそう、社長をたくさん生み出せるような仕組みをこれ持ってますね、一番。なるほど、はい、非常にシンプルですね、形が。ではちょうど、澤井さんとしてはこの LLP を元にしてここからの社長を出していきたいと、うん、そう思いますね。澤井さんの LLP からこういうふうに出していこうということですね。そうです。そういうふうに例えばどんどん夢が広がっていきますよね。割と皆さんハードル低いですからね、うん、例えば5000円で6人だと 6万円を5人だと1万2000円、いくらですか。5000円6人だと3万円、はい、6000円くらいか1人。ああなるほど、6万を、そうですよね、はい、うん、
6万を6人でやるとすると1人1万でやるね。はい、いけますもんね。いけますよね。はい、それを5000円に押すと倍だから12人ってことです、ね、12人いたら1人5000円。まあ5000円だったら別になくなってもなぁみたいな感じですよね。アルバイトの大学生の時に。そうですよね、うん、だから学生ビジネスにも仲間を集めたら LP 立ち上げればもうすぐ OK、 学生ビジネスできます、ね、そうですね。だからここを元にして違う法人にしていくっていうのはある意味楽にできますよね。できますね。あれうまくいかなかったからといって個人事業主に落とすことも多分できるだろうと、うん、それぞれ僕もやめてしまえばいいですね。そうですよね、うん、なるほど。これ例えばこの LLP 名義でしゃ、うん、なんか例えば借り入れの申し込みとか補助金の申請ってできるんですか？できますね。あ、できますか？できます。うん、ただその場合借り入れの日本の仕組みとしては個人の個人保証が当然銀行とかから求められますよ、ね。はい。だから、ね、僕はあまり銀行からですね借金をするっていうのはお勧めしませんね。確かに前もおっしゃってましたね。個人でビジネスやる上では、うん、まああんまり借金しなくてもできるようにしようみたいな、そういう話を。そうですね、はい、もう今ね限界費用ゼロ社会って言ってね、はい、うん、もう要するにお金をかけるということ自体がですねビジネスするのに、それはもう古いんじゃないかと思いますね。なるほど、うん、だからなるべくまあ資本はゼロ、はい、もしくは消費資本で、それでできないことはやんない方がいいですね。なるほど、まあ確かにそれ楽ですよね、そっちの方が、うんうん、いちいち例えばカフェやるから店舗借りてとかでやってると、はい、まあそれだけで数百万円消えちゃうと、うん、だから退職金を当てにして起業しようっていう場合、大体のがそういう開業資金だけでなくなっちゃったりしますよね。そうですね、それはリスクありすぎる。そうですね、だからリスクないものをどんどんやったらいいんですよ、うんうん、なるほど、リスクのないものをどんどんやっていこうと。うん、そうそうそう。そしたら一つぐらい当たりそうですよね。うん、当たるし、はい、まず自分で経験できますよ。そうですよね、体験できます、何事も、うんうんうん、その要するに仕事をするということはこういうことなのかっていうことが分かってくるから、だから僕は大学生のうちにやんなさいとか高校生のうちに LLP 立ち上げてやりなさいって、うんうんうん、ああいいですね。リスクがない時にねやるべきことですよね。別に高校生でも LLP 立ち上げられればいいですよ、うんうんうん、仲間と一緒にね。リスクがない間にやっておくと確かに大きいですよね、うんうん、まあ例えばサッカー部で、はい、サッカー部で LLP 立ち上げましたと。サッカー部で LLP 立ち上げました。例えばね、はい、うん、それで自分たちでサッカーやってるわけじゃないですか、はい、そうするとこのシューズってこうだよなとか、うんうんうん、このウェアってこうだよなとかって、まあ、練習してる時こんなのあるといいよなとか、うんうんまあ、あるじゃないですか。ありますね、そういう思いとか、うん、そういうものをどんどんみんなで出し合って、それ設計してスポーツ会社にそのままアイデアを売っちゃうとか、ね、はいはい、自分たちでは6万円だったから6万円なんだけど、これ12万円で買ってくれたら倍になるわけじゃないですか。確かにそうですね。そういう感覚ですよ。なるほど、確かにそれを例えば個人個人でやると、例えばうまくいかなかった場合のお金の分配とか結構揉めたりしますもんね、うんうん、だからそういう時に例えばこう LLP 組織を作ってからやる方が確かにやりやすいっていうのもあるかもしれませんね。最初に決めるんですよ。なるほど、でも期間も決めるんですよ、うんうんうん、で始めるのは大体最長で1年ですね。ああ、なるほど。1年やって芽が出なかったら捨てる。なるほど、そういう例えば時間制限をつけることで例えば、うん、目処をつけることもできますよね。ダラダラしない。うんうんうん、保母さんたちも今大変ですよね、保育園のあれね。保育園の保母さん、そうですね、大変ですね、うん、でもあれも同じ、うんうん、保護さんで作ればいいです。保護さんで LLP を作ると、うん、そう。で、それで保育をするっていうことは、うんうん、こういうふうになったらいいという自分たちの思いがあるわけじゃん。そうですね、だからどんどんそれを出し合って形にしていけばいいですよ、うんうん、なるほど。ということは例えば、まあ、何人か集まるところでそれをもとに何かやりたいって場合、とりあえず LLP を作ってみるというのが一つありなわけですね、はいはい、NPO の場合はこれ例えば結構これも面倒くさかったりするんですね、まあ、すごいですよ書類の大変です、はい、私も一回前の職場の中で NP を作るのに関わったことあるんですけど、めっちゃ大変でした。そうでしょう、はい、何度となく法務局というかそこ行って申請をして、はいはいはい、まあ0円でできたのは事実なんですけど、結構あれやめるのも難しいし、そう、はい、発足させるための会議の資料もめんどくさいし、結構めんどくさかったのは覚えてます。でも LLP の方は確かに気軽だなと思うんですよね。そうですね、まあ、これあの、はい、ちょっと、ま、紛らわしいのが LLC ってなります。 LLC、 あ、これ合同会社ですよ ね、 すね。ちょっと書いておきますね、はい、LLC、はい、これはどう違うんでしたっけ。こっちはね、無限責任です。だからまあ普通の会社と考えていいです。無限責任、うん、株式会社の簡易版だと考えていいです。株式会社の簡易版ですか、うん、はい。まあ、有限会社ってありますよね。はい。有限会社と LLC、まあ、ほぼ似てますね。なるほど。これ無限責任ですか、なんか。これ無限責任です。あ、そうなんですか。ですから、まあ、借金もするけど、できるけど、はい。個人のその資産も提供も
当然担保として、なるほど、求められますね。だから普通の会社と考えていいです、うん、普通の会社みたいな感じ、はい、全くこの LLP だけが異質。なるほど、 LLP だけが異質なんですね。そう、民意でやるか、個人事業主としてフリーランスとしてやるか、うん、もしくは LLP を使ってやるか。なるほど、うん、割とまあ、何かをチャレンジしたい人たちにとってはハードルが低いですね、これ。なるほど、おすすめです。これ例えば私がですね、作文教室言うっていうので LLP を作る場合、うん、個人一人だけでやる場合だったら LLP にするメリットってあります？ないと思います。あ、そうですか。やっぱりね、何人か複数の人たちで、はいはい、新しいことを作っていこうという時に有効だと思いますね。仲間で何か始めようぜって時に便利な制度なんですね。そうですね。なるほど、はい、非常に一歩が踏み出しやすい、うんうんうん、だからぜひまあ、これもインターネットで検索するとね、LLP の使い方、作り方とかね、うんうん、っていうので検索するとですね、たくさん資料出ますので、それを読んでいただければ、ね、いいと思いますね。わかりました。まあ、私もいろいろスタートアップ関わってはいる時も結構あったんですけれども、例えば何人か仲間、学生たちでなんかベンチャー企業やろうぜみたいな場合って、大体作業量に分担が分かれるんですよね。うんうんうん、だから、何ですかね。まあ、始めたにはかかわらず、なんか俺ばっかりやらされてるとかで、結構なんか関係が悪くなってぐちゃぐちゃになっていくのを結構見てたんですよね。うんうん、NLP だと若干それが改善されそうな気がしますね。そうですね。はい、最初の、まあ要するにドキュメントに、それぞれの役割、はい、そしてかかる時間。かかる時間。はい。まあ能力ですね。はい。で、この辺をちゃんと明記して、うんうんうん、そして、こういう事業でこういう利益、まあコストはこういうの考えられると。はい、で、そうすると利益が生まれた場合に、何パーセントずつに配分するという、このレベニューシェア契約を必ずするというのがミソですね。レベニューシェア契約。なるほど。それやらないと結構ですね、なんか、全部山分けね、みたいな形にやっておくと、結構揉めるんですよね。そうそうそう。なんで俺とお前同じなんだよ、そうそうそう。はい、俺、徹夜でやってんのに、みたいな。うん、そう。まあよくわかるんですよ。それはちゃんとね、はい、こう話し合ってね、そうですね、ドキュメントに落としてもらえる証拠として、ね、証拠としてやっておくで LLP に残しておく、はい、うん、ある意味そういう例えば定款を作っておく段階でも、例えばどこを誰がどこまでやるかみたいな決めることができるんで、そういう意味でも LLP いいかもしれませんね。はい、まあ、これから向きです。これからにふさわしいと。わかりました。まあ、今回ですね、例えば社会的起業家になりたい、そんな時の便利な方法として LLP という方法を紹介しました。まあ、LLP の良さはですね、何人かで一緒に新しいプロジェクトをやるっていう時に役立つ制度です。それはなんで役立つかというと、安くできる、6万円でできると。また、早く作ることができる、2週間でできるというところもおすすめですよということですね。これ、行政書士とかいないとできないもんですか？いや、簡単です。簡単ですか？極めて簡単です。合同庁舎の1階の法務局へ行って、はいはい、そうするとひな形ありますから、うんうん、ひな形くれます。あ、くれるんですね。もしくはね、インターネットで見るとすぐ出ますよ、それ。LLP のひな形が出てくる、うん。そのレベニューシェア契約とか、そういうものも出てくると思う。3ページ、4ページですから。あ、そんなもんなんですね。誰がやるのと、はい。どんなことやるのと、まあ、定款みたいなもんですね。あとは、判子があればできると。そうそうそう。なるほど、はい。はい。っていう制度でした。まあ、これから例えば、気軽になんか会社を始める、スタートアップをやっていく、そういう時も使える方法ですので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。はい、今回は、社長になるときに使える便利な方法、LLP とはというテーマでお話し差し上げました。今回も最後までご覧いただき、大変ありがとうございました。